おはようございます。お食事の用意ができています。いってらっしゃいませ。こんにちは。あら、いらっしゃい。配置が決まったんでお知らせに来ました。まあご苦労様です。じゃああちらでお茶でも入れますから。あ、いや、他にもまだ回らなきゃならないんで、お気持ちだけ。急なことで申し訳ないですが、じゃあよろしくお願いしますよ。いえいえ、こちらこそよろしくお願いいたします。これこれね、月末のお祭りに出店をすることになったその配置図なの。ここがうちの場所なんですって。それがね、今年初めての参加で、しかも決まったのが急だったのよ。今年は植木屋さんが急に出店できなくなっちゃって、商店会の方にそれに代わる店をってことになって、うちに打診が来たの。しかもその話があったのが昨日の夜なのよ。飲まれるとね、うちもお店開いてからまだ日が浅いし、これってチャンスかなと思ったら OK しちゃったの。ありがとう。相談事な、ん、大歓迎だけど、いいの？せっかくの夏休みにバイト増やしちゃって。そうだったの。夏休み中のバイト増やすのはありがたいくらいよ。でもでも夏休み中のバイトを増やしても増えるのは9月の給料よ。それでいいの？いいわよ。9月の給料から夏休みに増やした分前借りさせてあげる。その代わり一つだけ私のお願いも聞いてほしいの。麻美の夏休みの宿題をたまにでいいから見てやってほしいの。そう？じゃあお願いね。
もう、うちに上がってから来なさいっていつも言ってるのに、お店に飛び込んできて。だって、誰もいないんだもん。それよりさ、タナエ。ご心配おかけしました。少し疲れましたが平気ですわ。
今年初めてだから勝手がわからなくて、商店街の人とかに聞いて準備してるわ。でもお祭りには隣町とかからもたくさん見物客が来るでしょ。苗の宣伝のいい機会だから頑張らなくちゃね。切り花も売るけど、メインは鉢植えにしようと思ってるの。せっかくお祭りの記念に買ってもらうのなら長く楽しめる方がいいと思って。大丈夫よ、トラックもあるし、そんな大きいのは売らないし、アサミも手伝ってくれるって言うし。そんな悪いわ、予定あるでしょう。でもそうね、時間があったらでいいから顔を出してくれる？その分給料は出すから。晩ご飯のご用意ができました。ございません。お口に合うかどうか分かりませんけれど。お世辞がお上手ですわ。たくさんあるので、どんどん召し上がってください。はい。そうだよね、せっかくのお祭りなのに店番なんてやってらんないよね。分かってるわよ、途中でお店抜けてお祭りに行っていいから。やった、兄ちゃん、あさみも一緒にお祭り行く。なんで？あ、明日のお祭りって誰と行くの？一緒なんだ。ミナミがいるからアヤメはあの部屋から出てお祭りに来れるんだね。アサミじゃそんなことしてあげられないもん。
兄ちゃん。お祭りはこれ着なきゃって感じするでしょ。さ、時間がもったいないから、あゆめさん、来て。あ、はい。こうして一緒にいられるだけで十分ですの。それにここは賑やかで見ているだけでも楽しいですし。頑張ってみますわ。あら、嫌ですわ。私ったらつい夢中になってしまって。それでは申し訳ないですわ。ダメだよ。お祭りって言ったら綿飴とリンゴ飴を食べなきゃ。そうですの。うん、絶対。あとあんず飴とチョコバナナも外さないよ。お祭りでなきゃ食べらんないんだもん。食べとかなきゃ。あさみさんはいつもお祭りではそれをお食べになるんですか。ううん、さないがそんなに買ってくれないんだ。だから早く大人になって全部食べたいんだよね。だからあやめはパンパン食べててね。頑張ります。じゃあね、兄ちゃん。この並びの外れの方だよ。うん、伝えとく。
いらっしゃい、待ってたわ。浅見なら裏にいるわよ。浅見、来たわよ。そうだ、今日はなんか鉢植え持ってってね。どう？可愛くできてるでしょう。おかしくない？ほんと？よかった。昨日大勢の浴衣姿見たら、あさみにも着せたくなっちゃって。あさみに聞いたら着てもいいって言ったから。こっちこそ、あさみのことよろしくね。昨日は何もやってないよ。今日、兄ちゃんと一緒にやろうと思って我慢したんだ。ないんだよね。浴衣着てるせいなのかな。あ、大丈夫。あのね、お腹が空かないのは。デートしてるから胸がいっぱいなんだよ。よし、兄ちゃん見ててね。絶対今日こそ倒してみせるんだから。シューティングゲームなら得意なのに、本物はうまくいかないね。兄ちゃん、ちょっとかがんで。汗、かいてるよ。いたしまして。いいよ、あさみラムネ大好き。
すごいね、アサミを軽々と持ち上げられるなんて。兄ちゃん、知ってる？ここの神社ね、好きな人とお参りすると絶対結ばれるってクラスのみんなが騒いでたんだよ。へえ、そうなんだ。でもそんなありえないこと信じるなんて子供っぽいよね。ご利益って？子供っぽいよ。なんで？アサミは大人だよ。アサミもお祭りだから子供に戻って神社の効き目信じることにした。